皆さんは動物園によく行かかれたりしますか私も子どもの頃こうよく行ったり今でも家族と一緒に遊びに行ったりしていますところでこの動物園こう私たち家族が楽しむという以外にも他に役割があることをご存知ですかこう現在の近代的な動物園ではこの家族のリクリエーション以外にも動物保全教育研究などといった 動物たちが直面する問題を解決する非常に重要な役割を果たしていますところでこの動物たちが直面している問題とは一体何でしょうかそれは彼らの未来です皆さんはどれだけの動物たちがその存在絶滅の危機に瀕しているかご存知でしょうか実に3000種以上もの 動物たちがその絶滅の危機に瀕していますこれには私たちがよく動物園などで見かけるゴリラやチンパンジーなども含まれています想像してみてくださいそのゴリラやチンパンジーたちが動物園はもちろん地球上から姿を消してしまうというその光景をそして身近にいたはずの動物たちが全くいなくなってしまうというその景色を それが現実のものとなってしまうのかもしれないのですまた動物園で保護されている動物たちにも問題は起きますこちらのタスマニアデビルですこれは眼科によって顔面が変形してしまうという原因不明の病気がありますまた動物園で保護されているゴリラも心臓病にかかりやすいといったやはり原因不明の疾患があります このように動物園で保護されている動物たちもいざこう病気になってしまったときまたは怪我をしてしまったとき効果的な治療法はないということが問題なのですもちろん動物園ではこういった治療法を開発するためにさまざまな努力が進められていますしかし対象となるのが彼ら絶滅危惧種ですいかんせんこう研究に必要なサンプルは少なく 治療法の開発は父として進んでいません、うん、ここで私たちが解決しなければいけない点は二点ありますまず一つは動物たちを実験に使わないいや使えないそしてでも彼らの病気を治したい一見このように矛盾する二つの課題を同時に解決する必要があるのですそしてこれを可能にする 研究が私たちが行っているボディーオンチップです。今日はぜひこの名前を覚えて帰ってください。このボディーオンチップはコンピューター開発などで使われる加工技術を使ってこの私たちの体の中に起きている仕組みを小さなチップの中で再現しようとそういう試みです。つまりこの技術を使って私は絶滅危惧種 を人工的に小さなチップの上で再現しそれを使って彼らに対する有効な治療法を開発しますこれまでにも私たちの体をこの体の外で再現するという試みは長年研究として行われてきましたそしてその研究には細胞が使用されていますこれは生物の構成単位ですこれを使うことによって 体の中の仕組みが分かるだけでなく病気のメカニズム解明やそれに関わる医薬品の開発さらには再生医療への応用などが期待されるからですそしてこの細胞は私たちの体の中で神経や心臓筋肉などさまざまな組織を構成していますその数実に37兆個にも上ります種類にして大体270種類くらいです そしてこれらの細胞は体の中でランダムに存在しているというわけではありません組織それぞれの構造を持ってその機能を発揮していますつまり私たちがこの体の仕組みを真似するためにはその組織の構造自身を真似する必要があるのですただ現在私たちが使用している現在の細胞培養法にはこれらの構造を真似できない重大な欠点があります こちちらがが現在私たちが使用ししてていいる細細胞胞培培養養フラスコでですこの中まう一貫しても分かると思いますけれどもこの中で人や絶滅危惧種を再現しようとすることは到底無理なんです信じられないかもしれませんが私たちはこの細胞培養フラスコを実に100年以上も使用していますですが同時に私たちがこの細胞フラスコには限界が来ているということも知っています 細胞や組織彼らがちゃんとした機能を発揮するために新しいツールが必要となっているのです。ここから今回の t e d x 京都2 0 1 6で私の自己紹介は生物工学研究者となっていますこう一般的にこう生物系の研究者といいますとこう研究室でこうずっとこう顕微鏡をこうずっと覗いているそういうイメージを持たれているかもしれません。 ですが私の本職は細胞のための建築家です建築家なんですこれは細胞のための快適な家づくりをしているようなものですそれは例えば人が住めるようなもしくはここにあるような坑道とか家とかを作成しているわけではなく米粒よりもさらに小さ,小さな小さな小さな家を細胞に提供していますそそしてその細胞たちが その環境でいい環境でいい機能を発揮するための家を提供しているそれが私の職業なんですそういった技術を集結してできたのがボディーオンチップですこれがその実物になりますすごい小さいチップですよね これを使って私たちは生物を再現しようとしているのです信じられますかこんな小さなチップの上でこう動物や人を再現しようとしているんですよ、まあ、例えば私ですとこう身長 170cm 体重は一応不明としておきますけれどもそういったこの大きな体がこの小さなチップの中に再現できるのですそしてそれを使って今までの実験法ではできなかった組織の再構築 が可能にななり今まではででではきなかった体の中で近い環境で実験さらには研究が行えるようになるのですこれまでにもボディオンナチップの一つ前のバージョンとして臓器チップというものが開発されていましたこの臓器チップは一つの臓器を一つのチップに再現しているだけでした またこの臓器チップでは生体の中体の中で非常に重要な機能を一つ再現できていませんでしたそれは血管などの循環器ですそれぞれの臓器はこの血管などを通してお互いに影響をし合っていますそしてその影響は無視できないものですこれまでの臓器チップではそういった臓器間の相互作用というものが再現できず 体ととはやはり少しし違っったたものとなっていましたそこで私たちが開発しているボディオーナーチップには複数の臓器と循環器が搭載されています。これを使うことによって今まではできなかったような人の生理機能つまり体の仕組みをこの中で再現することに成功しているのです。例えば昔から問題になっている抗がん剤の副作用 それをこのチップの中で再現することに世界で初めて成功しています。また、こういった複数の組織やさらに循環器をこういった小さなチップで再現するということは世界中を探しても私たちの研究チームにしかできません。こういったボディオンチップの研究は現在世界中で着目が集まっています。例えば、アメリカでは政府研究関連機関が 150億円もの研究費をハーバード大学などに投入していますまたヨーロッパでもやはり三管学連携プロジェクトに対して共額の研究資金を投入しているところです日本ではここ最近になってようやくその重要性が着目されるようになってきました若干遅れは取っていますがまだ取り戻せます日本の皆さん頑張っていきましょう さてこのボディオンチップですが今までは人,に関する健康人の健康に関するものでしたもちろんそれ自身は非常に重要なことですですが動物たちに対してはどうでしょうかもしこれを動物たちの例えば健康診断であるとか治療法の開発であるとかそういったものに使用できれば彼らの未来が明るくなるのではないかそういうふうに考えましたつまり 絶滅危惧種オンチップが開発できれば彼らを救えますただこれを開発するにあたって越さなければいけないハードルがありますそれは細胞ですこのチップにはさまざまな組織細胞を搭載する必要がありますただいかんせん対象となるのは絶滅危惧種です彼らからこう細胞を採取してこの中に入れるといったことはありえません それを解く鍵となるのが iPS 細胞ですただし人由来のものではありません絶滅危惧種由来のものですこの iPS 細胞には2つの重要な性質がありますまず自分自身を何回でも複製できる自己複製能さらにどんな細胞にでもなりうる分化能ですつまりこの細胞を使うことによって ななな必要な組織を十分な量だけ準備すするることができるのできのただそもそもこの iPS 細胞自身の材料となる細胞はどうしたらいいのでしょうかそこで私たちが注目したのが動物の毛根毛ですこの動物の毛というのは比較的動物にダメージを与えることなく採取することができますその毛根から 細胞を採取しさらに培養それを使って iPS 細胞を作ることが可能になるのですもちろんこれを使えば必要な組織を必要な量だけ準備することができるので絶滅オンナチップが完成することができますこれを使えば絶滅危惧種に対する病気のメカニズム解明さらにそれに合った医薬品の開発 さらには再生医療への応用が期待できます。これが絶滅危惧種オンチップです。最後になりますが。私にも一人娘がいます。まあ、多分ここに。あ、見つけました。いますね。えー、ここにも来てい,ています。まあ、可愛いもので、あのー、まあ、動物園にいたいしますと、ゴリラやチンパンジーなどを見たり。さらに、こう、小さい、こう、動物たちとこう遊んだりするのが、好きなようです。 私はそういったこう私たちの子供やその子供も、ちろんそれだけではなく、動物たちの子供やその子供そういった次の世代のため、彼らの明るい未来のために、こういった動物絶滅危惧種オンチップが役に立つ、その未来への架け橋となる、そう強く信じています。ご清聴ありがとうございました。<laughs>